おしゃれな雰囲気のカフェ。女性が食べているのはラーメン。すっきりしてなかなか鹿児島にはない味かな。美味しい醤油ラーメン。こだわりのラーメンで街を元気にしたいという夫婦が営むおしゃれなカフェをこの後のこの店この味で紹介します。南九州市川辺町、町のメインストリートから少し入った場所に一軒の店があります。2020年にオープンしたデリーサカフェ。おしゃれな店内と豊富なメニューで地元でも評判の店です。ランチタイムは多くの人でにぎわい、週替わりのパスタにドリンクバーがついたセットやバジルとトマトのソースがポイントのチキンフィレバーガーなどおしゃれなカフェメニューが味わえます。ただこの店には他のカフェではあまり見かけないある人気メニューがあります。ラーメンです。なんかカフェなのになんかゆったりした空間で落ち着いて食べれる。レリーサカフェの人気メニューはラーメンなんです。一人で来られてる女性の方がラーメン食べてました。多くの女性がラーメンを食べに来るという人気店を営むのはイタリアンの修行経験を持つ山田大輔さんと妻里美さんの夫婦。二人で店を切り盛りしています。なぜカフェでラーメンを出すことになったのでしょう。もうラーメンもずっと昔から好きで、最初は、まさか自分が作れたもなかったんですけど、もう好きなところ歩くよりかは自分で作れたら早いんじゃないかなって。ラーメンのお店で働いてたこともありまして、ラーメンを出してます。ラーメンも食べられるカフェとして開店した創業時からのメニューがこの鶏ガラ醤油ラーメン。醤油の甘い香りが広がる黄金色のスープ。具材はチャーシュー、ネギ、ゆで卵とシンプルに仕上げています。麺は食べ応えのあるもちっとした中太ストレート麺。透き通った鶏ガラスープには山田さんのこだわりが詰まっています。スタンダードなのは濁らした鶏のスープ、豚骨スープみたいな感じなんですけど、自分の出身が奄美大島で鶏飯のスープでラーメンを作れないかなっていうのが始まりで、鶏臭さを取る工程と、あと綺麗な油だけを残すっていう形です。時間がすごいかかるんですけど、弱火でクツクツっていう感じです。ラーメンスープの味を左右するタレは地元川辺産の醤油を使用。鶏ガラスープを加えると程よく鶏の油が浮かんだ香ばしいスープになります。麺はもちもち食感にこだわった特注の中太麺を使用。さらにチャーシューも奄美大島の炊き方でやってて、どちらかというと角煮に近い感じですね。甘めに仕上げてます。奄美の食文化を取り入れたラーメンはお客さんにも好評です。すっきりしてなかなか鹿児島にはない味かなっていう。美味しい醤油ラーメンです。今でこそ熱心なファンの多い鶏ガラ醤油ラーメンですが、店のオープン当時は苦戦したそうです。最初はこの雰囲気がカフェだったのでラーメンは全く出なかったです、美味しいのになと思いながらやってました。皆様の口コミ、美味しかったよって言ってもらえて、それがどん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 。奄美大島出身の山田さんが川鍋に店を開いたのは妻里美さんの存在が大きく関わっています。奥さんが川鍋だったので引っ越そうかっていうことで川鍋に引っ越して、ちょっと町が元気がないなっていうのがあって、特にお昼の食事するところっていうのがなくて、自分がここで飲食店をできて町を盛り上げれたらなっていうのはありました。市内の方にも負けないような雰囲気作りを、まず皆さんが笑顔になるようにゆっくり時間を過ごしてもらえるようにをコンセプトに作りました。嬉しいですよね。やっぱこう都会にしかないようなやつがやっぱりよそから来た人も連れて行きやすいですよね。夫婦で営んできた店が地元の人から親しまれるようになったことを妻里美さんも実感しています。
地域の皆様に喜んでいただける雇用を聞いて、まあ、もっと大変嬉しく思っています。店が定着するにつれ、さまざまなリクエストも受けるようになりました。豚骨ラーメンを最初してなかったんですけど、豚骨はできないのって言われて、できますどんどんメニューが増えていって、できないってまず痛くなくて、そっからが楽しい感じですね。作り上げるまでは。そんなリクエストから生まれたのがトマトラーメン。イタリアンとラーメン両方の修行経験がある山田さんの自信作です。ベースは豚骨スープを使ってて、でもちろんトマトソースを使うんですけど、なるべくイタリアン寄りにならないように、ラーメン寄りにもならないように、ちょうど間に落とし込むのを目指してます。博多風の濃厚な豚骨だしとトマトの甘さが調和したスープには、隠し味で鶏ガラスープを加えます。チャーシューには鴨肉のローストを使うなど、ラーメンとパスタのいいとこ取りをした一品です。自分が作ったラーメンをラーメンの好きな人に美味しいって言ってもらうのはもう最高な気持ちだと思います。常々2人で話してはいるんですけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんになってまあ2人でラーメン運んでたらいいねっていう話はしてます。お店の名前にもしてるんだけど、レ・リーサっていうのがイタリア語でハイチーズとか笑顔をくださいとか、そういう意味合いなんですけど、やっぱり笑顔の集まるあそこに行って美味しいご飯食べたってニコニコになってもらえるようなのを目指してます。ではお店の場所を確認しましょう。南九州市川辺町の町の中心を通る県道19号を枕崎方面へ、鹿児島銀行川辺支店の先にある路地を進んだ先の黄色い壁の建物です。 VTR でご紹介した料理の価格は原材料の高騰などで近く値上げを予定しているとのいうことです。